皆様、タスカム応援 VTuber ロコアスカです。今日はライブ配信用オーディオインターフェースミニスタジオシリーズの隠れた便利機能カラオケモードをご紹介します。ミニスタジオは配信やオンライン通話に便利なモードがいくつかありますが、パソコンでのインターネットカラオケに便利なのがカラオケモードです。ミニスタジオのオンボタンは通常オフにすると、マイクや外部入力、パソコンからのループバックなど全ての音声をオフにする、いわゆるマスターミュートとして機能します。しかしこれではパソコンから BGM を流したままマイクと外部入力だけをミュートすることはできません。そこでカラオケモードを使うと、パソコンから流れるループバックの音声は常時オンにし、マイクや外部入力だけオフにすることができます。放送局でいうところのカフに近いノリですね。こんな感じです。ミニスタジオシリーズは業務用放送機器を手掛けるタス。でテレビやラジオさながらのインターネット配信をお楽しみいただけるだけでなく、近年オーディオインターフェースとしてもお使いいただけます。ミニスタジオシリーズは業務用放送機器を手掛けるテレビやラジオさながらのインターネット配信をお楽しみいただけるだけでなく、オーディオインターフェースとしてもお使いいただけます。どうですか？例えばインターネットカラオケで歌う際に、間奏でちょっとお水飲んだり一瞬咳払いしたいときに便利ですね。というわけで、今日はカラオケ配信に便利なカラオケモードのご紹介でした。お相手はロコアスカでした。次の動画もよろしくね。